ちょっと生姜とニンニクの香りが立つぐらいなイメージまでここで炒めていきます。ひき肉に全体がこう馴染んでですね、ちょっとひき肉もほぐれてきたら火はちょっと強火にします。まあ、煮ることによって全体のこう味をこう落ち着かせるというかね、馴染ませる、効果がありますのでね。納豆ドライカレーを、作りたいと思いますね。まず材料の説明をします。こちらひき肉ですね。シャモロックのひき肉でございます。であと、ひき割り納豆で、調味料としてまたサラダ油 50cc ですね。でトマトジュース 100cc、カレー粉が、まあ、市販の普通のカレー粉ですね。これが、まあ、大さじ 2.5、あとこれがガラムマサラですね。これ大さじ1使います。次に野菜系ですね。これもみじん切りにしてありますけれども、玉ねぎ 150g 分です。でこれは椎茸ですね、 50g で、こちらがニンニクです。ニンニク 10g で、生姜が 15g、 これも全部みじん切りになってます。で次に調味料系ですね。まずお出汁、カツオと昆布で取った合わせ出汁使います。出汁が 200cc、こちらみりんです。みりんが大さじ2、醤油大さじ1、お味噌を隠し味に入れます。味噌大さじ1で、砂糖が大さじ1/2、材料としては以上でございます。サラダ油ですね。サラダ油を入れます。で火加減は中火で、まず野菜系をですね炒めていきたいと思います。生姜、椎茸、中火でしんなりするぐらい炒めていきますね。まあ、しんなりしてちょっと生姜とニンニクの香りが立つぐらいなイメージまでここで炒めていきます。まあ、これぐらいしんなりしてですね、あとはまあ香りですね。ニンニク生姜のこの香りがふんと立ってきましたら、カレー粉とガランマサラ入れてさらに香りを立たせますね。こうカレー粉とガランマサラに火を入れるようなイメージで、ここで炒めてですね、香りを立たせてください。カレーの香りが立ってきましたら、トマトジュース加えます。でトマトジュースをね加えて、もうさっと全体がなじみましたら、ここにシャモロックのひき肉加えます。でここにですね、ひき肉に下味と塩コショウします。先にね、でほぐしながら炒めていきます。でこんな感じでひき肉に全体がこう馴染んでですね、ちょっとひき肉もほぐれてきたら火はちょっと強火にします。今度は肉に火を入れるようなイメージですね。強火で炒めていきます。でひき肉がこうほぐれてね、ひき肉に火が入ってくると、こうひき肉から油が出てきて全体がこうちょっとツヤっとしてきますんでね、この全体がツヤっとするぐらいまでしっかりと炒めて、こうねひき肉の香ばしさを引き出してあげてくださいね。はい、これぐらいまでね、しっかりとひき肉を炒めたら調味料を加えていきます。
お出汁、みりんですね、お醤油、お砂糖、お味噌ですね。で全体をなじましたら、ここから弱火にしてですね、20分ほど煮ていきますね。まあ、煮ることによって全体のこう味をこう落ち着かせるというかね、なじませる、効果がありますのでね、火加減弱火にします。これぐらいのポコポコいうぐらいの火加減で20分煮ていきます。まあ、たまにね焦げないようにかき混ぜてあげてくださいね。ずっと混ぜてる必要ありませんのでね、煮詰めていきます。はい、じゃあこれぐらいね汁気がなくなりましたら、ひきわり納豆、これ一回水で洗ってあります、ぬめり取ってあります。これを入れて全体に混ぜ合わせます。納豆を入れたら全体がね馴染む程度にさっとこう混ぜながら炒め煮にする感じで大丈夫です。そしたら最後はねちょっと味見ていただいて、少し足りないようであったら最後ちょっと塩と胡椒で味を整えますね。はい、じゃあこんな感じでシャモロックの納豆ドライカレーのねルーは完成でございます。これあればですね、彩りでグリーンピースをThank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!